はい、どうも、ゆうすけです。キングダムハーツファイナルミリミックス、続きをやっていきたいと思います。前回は、ドナルドとグーフィーと仲間になが仲間になって一緒にあのでかいやつ倒したんですよね。で、船で違うとこ行こうよみたいな話になって、今船に乗ってみました。あの後ちょっとあの街を探検したんですけど、特に宝箱の取り忘れとかあったんですけど、そういうのぐらいで、特になんかレベル上げたりとかもできなかったんで、進んでいきたいなと思います。で、シップに乗った時にこの画面になったんで、ちょうどここから行きます。カーソルが表示されているところが今いるワールドだよ。次のワールドへのルートが表示されるから、カーソルで選んで出発だ。チップ、行き先を選ぶときはバトルレベルに気をつけてね。星の数が多いワールドには強いハートレスがいて危ないんだ、ということだそうです。レベル2、あ、じゃあこっち行くってことか。2つしか選択肢がないんですね。じゃあここ行こうか。僕らはこのグミシップで世界を飛び回るんだ。でもハートレスのシップが邪魔するんだよね。グミシップをうまくコントロールして先に進んで、なんかやるんだ。目的のワールドに着くまでいろいろ記録していくとよ。ワールドごとにミッションがあるか調べてみてね。はい。グミシップは左スティックでコントロールするんだ。左スティックを上に倒すと下降、下に倒すと上昇するよ。わかりました。青いゲージはグミシップのエネルギー、レーザーやネットとか使うと減るぞ。はい。エネルギーがゼロにならない、使いすぎないように気をつけて。緑のゲージはグミシップのシールド、敵の攻撃を受けると減っていくぞ。シールドがゼロになった出発地点に引き返すか注意して。おお、なるほど。難しい。ああ、食らっちゃった。なんだ、シューティングゲームになってるじゃん。難しいよ。面白いな、面白いけど難しい。ここを通ることが何かあんのかな。何も取れなかった。おお、避けろ避けろ。なんだこれ。わかんないけど、ワールドに降りましょう。着いたんだ。お、ワンダーランド。グーフィー余裕。大変大変、遅刻。あの方ちょっとお待ちかね。もう急いで行かなきゃまた叱られる。今度はわしの首が飛ぶ。ひっちゃかめっちゃか遅れちまって、歩いてたんじゃ間に合わない。なんか
か。アリスのとこ来たのかな。ワンダーワールド。え。扉いっぱいある。入るか。ウサギ。ちっちゃい。でかい。どうしてあんなに小さくなったんだろう。お前さんが大きいだけさ。しゃべった。あんまり大きな声だから目が覚めちまった。おはよう。おやすみ。もう少し寝かしとくれ。待てよ。どうすれば小さくなれるんだ。薬があるじゃないか。坂にさ、いや、なかったよ、今絶対。今出てきたでしょ。えい。お、なんか時計の、あ、戻っちゃった。ペット押したらなんか開いたよね。他はし、ああ、何やってんだ。調べられるとこは他ないか。ないか。じゃあ飲むしかない。ちっちゃくなった。これ飲んだら、なるほど、青を飲むとちっちゃくなるんだ。了解です。出んのか。倒したの？いけないんだ、ちっちゃいかな。こっちも。行ってみよう。なんかいる。アリス。ただいまより開廷する。裁判をするの？どうして？裁判長はハートの女王陛下。この娘が今回の事件の犯人であることは間違いない。なぜなら私がそう決めたんだから。そんなのってないわ。被告アリス、何か言いたいことがあるかね。あります。私悪いことなんてしてないもの。女王だかなんだか知らないけど、あなたみたいなわがままな人今まで見たことないわ。お黙り。この私を怒らせる機会。ゴリラじゃん。なんだかかわいそうだな。でもね、僕らは他の世界に参上したの。あうしゃ。そう、それはダメなんだよね。判決を言い渡す。被告アリスは有罪。ハートの女王である私を襲い、ハートを奪おうとした罪である。あ、この娘の首をはねよう。嫌よ、助けて。ちょっと待ってよ。なんだお前たちは。裁判の邪魔をする無礼者め。俺たち
真犯人に心当たりがあるんだ。そうそう、ハートだ。とにかくその子は犯人じゃありません。バカおいでないよ。なら証拠は？アリスが無実だという証拠を探しておいで。証拠がなければお前たちの首もはねてやるからね。なるほど。なんて嫌な人たち。俺はソラ、僕はグーフィー、こっちはドナルドだよ。はじめまして。こんな時じゃなかったらたくさんおしゃべりしたいけど、会ったばかりにおかしな裁判に巻き込んでしまってごめんなさいね。それだけ？手がかりないの？なんで裁判なんかにかけられたんだ？私の方が知りたいわ。女王様ったら私の顔を見た途端にいきなり犯人だって決めつけたの。ひっといな。君はどこから来たの？よく覚えてないの。確か原っぱで本を読んでもらってる時に不思議な穴を見つけたのよ。覗いてみたら真っ逆さまに転がれ落ちて、気がついたらここにいたの。外の世界から来たのか。変だね。普通の人は違う世界行き来できないのに。うん、なんでだろう。で、外の世界って何のこと？こら、被告人を静かにしてろ。ということです。とりあえず証拠を探しに行かなきゃいけないな。なんだこいつら。いや、戦いたいな。まあいいや、証拠を探し、あ、なんかあるね。どうやって行くんだろう、ここ。2個あるね。どうやって行くか分かんないけど、こいつは乗れればいい。ハスの森へ通路、不思議な部屋行って、こっちは？さあ、とどめだ。じゃあ扉は開けてくんないのかい。じゃあハスの森に行けましょうかね。あ、セーブできる。じゃあ一旦ここでセーブしよう。よし、行こう。猫。誰だ、誰だろうね。かわいそうなアリス。もうすぐ頭と体がさよならだ。ハートなんて盗んでないのにね。犯人を知ってるなら教えてくれよ。死者猫は何でも知ってる。でも教えるとは限らない。答えは闇の中。犯人も闇の中。死者猫も闇の中。お、犯人は森を通って出て行ったよ。どこの出口か教えない。証拠の品は全部で4つ。3つはすぐに見つかるよ。だけど1つは難しい。見つけられたらご褒美あげる。信用したい？したくない？選ぶのは君たちさ。さあ、どこ行った？さあ、どうだ。さあ、さあ、
エーテルちょうだい。持ってね。ポーションくれたら大きくしてやる。燃えて。大きくなった。強くなった。証拠のトゲ、あ、証拠のトゲか証拠ちゃんのトゲかと思ったよ。あ、届かない。そうか、こういうところにあるんだね。子犬を見つけた。やった、家帰ったって。どうやって行くんだ。あ、なんかある。証拠の匂い、やった。なんかいろいろあるねあ、あそこにもなんかある。ポーション。エリクサーちょうだいって言ってたよね。え、証拠を持ってきたよ。
エーテルか。エーテル持ってたっけ。よし、間違った、もったいないことした。エーテル持ってないよ。あ、エーテル出てきた。あわあわ、あ、なんかある証拠の足跡。エーテル持ってきたよ。これだけ？ポーションをあげる。はい、ポーションくれた。でもエーテル、持ってないよ全然。アイテムいちいち買いに行くのめんどくさいな。一回開いたやつはありがとうって言うな。よし、じゃあこいつエーテルあげよう。これだけ？大きくなってなんかあるんだろうな。
きいけど行けないんだ。近くなった。もうないよポーション。ここなんか沈んだ意味ある？ここに来ないでよ。どこ？なんだここ。ん？お、あるじゃん。危ない。証拠の爪痕やった。フリーザードやった。とりあえず行こう。ここでブリザード装備しよう。魔法。ああ三角。 L1 プラス三角で使うショートカットの魔法を設定します。とりあえず証拠揃えたから一旦ここでセーブします。よし、じゃあ一旦ここで終わります。ご視聴どうもありがとうございました。また次回会いましょう。楽しくなってきた。チャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあね。